おはようございます、そんだらです。というわけでお越しいただきましたけども、はい、おはようございます、つばいらんすです。はい、というわけでね、なんかさっきも言ったけど俺は会いたかったんですよ、ずっとつばいらんすさんに。めちゃくちゃ大好きで会いたかったですね。というわけでね、本日はダンムーラの溶け方大学に来ていただいたということでよろしくお願いしますやった、大学になったんですねはい、はい、許可は得てないですけど、まあ、いいですよ、みんなつばいらんすだぞ、あれだぞどうも、ジュエルマスターズの自称プロということで、そうです、やらせてもらってます。まあ、言ったら、あの、電話会で投資みたいなもんですいや、それ持ってますね。持ってる、さすがに、はい、持ってますというわけで、まあ、早速来ていただいたんで、何やるかって話なんですけど、これ、知ってます？見た、見ましたよ、これ、レジで見ました。レジで見ました、500円で売ってるやつで、はい、これ、まあ、V スタートデッキっていう、うん、まあ、結構ね、ポケカー初心者の人が始めやすいデッキということで、1個500円で売ってるやつなんですけれど、スバヤンさん、まあ、言うて多分ポケカーについてはまだそんな詳しくないと思うんで、言うて三差しのことしかわからない。三差しのことしかわからない、はい、いいですねとてもいいとてもいい、それでいいです。分かりました。それでこそ取る価値がある、はいというわけで、まあ、今回はこのイーヴィとジュラルドのデッキ僕が2つ用意したんで、はい、スバヤンさんに軽く多分ポケカーのルールちょっとは分かると思うんですけれど、はい、まあ、結構詳しいところとかも深掘りして教えつつ、おー、ありがたいです。まあ、スバヤンさんと一緒にポケカを楽しんでいこうかなというか、そうですね、はい、普及させていただこうかなっていう感じです。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕がイーブイで、スバヤンさん三差しっていうことなんで鋼好きそうなんですよ。あ、そうですね、鋼で。じゃあまず一回これを出していただいたら、このままデッキをカットしましょう。デッキを、はい、はい、このままデッキをカットします。はい、よいしょいいっすね、いい、いい、なんすか、その手つきがいい。ちょっとすいません、あの、はい、1回開封したやつなんで、使ったやつなんで、はい、カードは中身は変えてないんで、まあ、今回は一応お互いのデッキカットは省略しましょうか。はい、はい、で、カットをしたら、じゃあデッキの方にカードを置いてもらって、はい、まずはカード7枚引きましょう。はい、はい、でここに種ポケモンがいればバトル場に出せますと。はい、はい、あ、まずじゃんけんですね。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先で、はい、いってみましょう。お、素晴らしいマジかはいはい、いますいました。あ、大丈夫ですか。はい、 OK です、了解です。じゃあジュラルドのデッキっていうことなんでね、じゃあ4問用意したら再度6枚置きましょう。なんか反ってますね。なんで反ってるんですかね。ん、なんで反ってるんですかね。あれ、あら、待っておっと、いや、これ500円のスタートデッキっすよ。おっと、はい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 そんなことある。はい、わかりました。ジュラルドのデッキですね。そうですね、まあ、ジュラルドのこのデッキは500円で買えるんで。ああ、そうっすか、はい、これはおすすめっすね、かなり。いや、知りませんでした、はい、はい、これじゃあオープンですか。じゃあ、これで準備ができたんで、はい、バトルスタートお願いします。ザシアン V! ザシアン V! ちょっと企画かぶってるんだけど、なんですよ、かぶっちゃったんよ、ちょっとかぶったんよ、かぶっちゃってますよ、ちょっとかぶったんよ、それ全部わかる、やばいかぶったんよ、さ、かぶってる、かぶったんよ、さ、かぶってる。いや、そしてね、こちらの手札が芳しくないということでね、大丈夫ですか、俺、だいぶ人バカにしてますけど。ちなみに20、ちなみに俺は今日勝つ気できましたよ。マジですか、11パンチしないといけないですけど大丈夫ですかね。一旦じゃあ手札から基本エネルギーを1枚引きます。はい、エネルギーをね、まあ、自分の前に1回ポケモンにつけられるので、はい、つけて、で、先行はサポートが使えるんで、はい、じゃあこれでやることないんでバン終了です。はい、ストローします。ちなみに初手見た時にマジで気づかなかったですそう、あれって思って入ってんだなと、はい、思います。口と鋼エネルギー手張りします、はい、このターンは殴れませんし、どの剣使います。はい、了解です。終わり。はい、じゃあ行きます。あ、やばい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 、負ける負ける、え、負ける。企画倒れどころの話じゃなくなる。次の引き次第だな。じゃあ、手張りします。はい、続く20ダメージ。あ、どうも、はい、終了です。じゃあドローします。じゃあ手張りします。はい、了解です。全部使います。はい、了解です。デリチェンジ、手札すべて取らして6枚いきましょう。1、2、3、4、5、6、クイックボールで、はい、基本幅のエネルギー取らし、はいはい、でから種ポケモンですね。はい、はい、じゃあポケモン入れ替えで、はいはいはい、なるほど、下げて下げて、メタルソーダで、はい、つけて、はい、じゃあ戻しましょう。ちょっと終わった終わったんだけど、電池に出せるポケモンがいないとその時点で負けになります。そうなんですか。そう、
おぉ事故りました。やってました。カン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 。はい、最初はグッジャンケンポイ。よし、先行だ。強っ。よし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 、いいぞ。強い。ジャンケンの練習しますか。あ、先のアドバイス。あシールド展開しちゃうんでね。シールド先展開しがち。もしかして展開しがちなんで。はい、あー、まあ参るかな。なんとか参るか。あります。はい、了解です。はい、 OK です。じゃあ、お願いします。私なんで。ああ、スタートはなかなか強いな。はいはい、うん、かわいいでしょ。かわいいっすね、知らないポケよ。ここはまだいいか。さすがに高1ブレイブキャリバーはないと見ているので2000エネルギー手張りします。はい、で、これで終了です。はい、鋼エネルギー手張りしてやれることないんで、布団する。ああ、まあ、布団するで事故っていけば手札を受けるのが早いっすよ。1枚引きます。ちょっと待って、一旦スーパーボール使います。はい、これから7枚見て、はい、この1枚ぐらいに加えるか。チルって何か買います。はい、モリキア、可愛いポケモンたちがいっぱいいますよ。本当ですね。うん、ノーマルタイプ。ベンチに出してエネルギーつけます。はい、じゃあこれで番を終了かな。はい、ドローします。アシアン、はい、どうぞ。スクイック、はい、入ります。基本鋼エネルギー、はい、了解です。ジュラルドもしっかりさっき再押ししなかった。クロバットにしましょう。おぉ、メタルソーサーで。はいはいはい、出ます。風船、元気の八巻。はい、はい、了解です。はい、クロバット。おぉ、手札から6枚になるエントロ。はい、どうぞ。1、2、3。じゃあ逃げちゃいましょう。了解です。逃げます。全然いい、全然逃げて。ここはエコール、はいはいはい、で、基本エネルギー。なるほど。で、全部やってるかな。うんうんうん、豆粒ね。はい、これでこんぐらいの大きさしかないですよ。そうなんですか、うん、かわいい。はい、メタル操作。おお、順調に。で、入れ替えも入れる。入れ替えます。順調だ。順調にこれでもうオルターなんか打たねえっていう。使ってみるか。はい、で、了解です。で、6枚。はいはいはい、カットか、うねり。はい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 、あんま意味ないかもしれないけど。じゃあドゥクシブレイブキャリバー。ブレイブキャリバー使います。はい、取ります。で、サイドが1枚ですね。はい、終わり。ポケモンがいるので、じゃあベンチから代わりのポケモンを出して1枚引きます。はい、これで無双すればもう勝てるのでは。あー、なるほど。どうなんでしょうか。じゃあ、超えてもらおうかな。じゃあ、サポートレイを使用します。はい、レイちゃん。はい、前の相手の前に自分のポケモンが気絶してたら使えると。はい、山田からポケモントレーナーズ基本エネルギーを1枚ずつ手札に加えれますよと。うん、そうですね。2枚確定サーチ。3枚確定サーチ。ポケモントレーナーズ基本エネルギー。なるほど、強っ。かなり強いですね。 OK です。じゃあ、基本とエネルギーとチルットと各社の研究手札に加えます。はい、基本エネルギーとポケモントレーナーズですね。じゃあ、基本エネルギー手札から書きますと。はい、じゃあチルトも1匹ベンチ出して、チルタリスに進化で。はい、で、じゃあこれで技使います。スピード復興60ダメージですね。はい、特性が、特性が、まあ今は関係ないですね。このポケモン、相手のポケモン VGX からの技のダメージ受けない。 VGX からのガチ。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、いいですよ、出してください。デーモンハンド入ってるのデーモンハンド。え、ガチか。ちなみにこのカードはガチでこれに入ってます。マジか。これガチでこれに入ってる。やば、無視してないですよ。無視、違う、これ違うもんな。あれじゃないのガチでやばいことできてる。とりあえず、ちょっとすみません、はい、山札みたいにプレシャスを。あ、ルベスルベ、全然いいです。VGX ですね。 VGX から技のダメージ受けないですね。え、 VGX じゃなければ攻撃は取れます。あ、言ってあれか、指令があるのか。はいはいはい、いつか相手にすることにはなりますね。後ろを取ってもサイドが取り切れるわけではないので。ほんまや、ほんまや、ガチか。いや、ちなみに答えはいくつかあります。あるんすか。答えはいくつかあります。サイド落ちしてたら分かんないけど、サイド落ちしてない限りいくつかあります。いくつか。あー、2つかな。2つあるかな。2つあるかな。お手並み拝見と、行こう。
いやこれどういうことだ。まず V と GX しか入ってないんですね、とりあえず。ほう、俺が見た限り。ほうほう。V と GX からはそのダメージを受けないんですね。考えます。 V と GX からはそのダメージを本物のオリカとかじゃないですよね。これ本物、本物です。一応本物カードです。なんかドッキリのそのなんかオリカとかじゃなくて、ちゃんと株式会社ポケモンから発行されているカードですね。縁見てる、もしかして。ちょっと待って、はい、ちょっと待ってん。なんだテキスト、これジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ちょ、ジャッジ、はいはいはい、はい、どうしました。これ VGX っていうのは、はい、ポケモン V およびポケモン GX っていう意味ですか、それともポケモン VGX っていう固有名詞がありますか。いや、ポケモン V、ポケモン GX っていうそれを省略して書かれてるってことですね。そうです。違うか。デュエマだとこれあれだっすね、多分ポケモン VGX っていうなんか固有名詞、はい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 、これは両方って意味ですね。両方ですね。じゃこれダメ、ダメと。タシアンからは通らないですね。マジで、何なんだこれ。ポケモンっていろんな技持ってるんですよ。なるほど。その技を見てみるか。あ、待てよ。状態異常は来ます。状態異常は来ます。お、待ってください。ジャッジ、はいはいはい、毒の最低を教えてください。毒ですか、はい、毒は、お互いの番の間にポケモンチェックっていうタイミングがあるんですけど、はい、そのタイミング、お互いの番が終わるごとに毒は相手の毒になってるポケモンにダメの1個乗せます。10 11ターン。ちなみにそのデッキ多分オーロラエネルギー入ってるんで毒の牙打てないっすね。え、マジか、わかんねえ。ドブってな。ちょっと勉強してもらおうということでね、今回回答あるっすよね。効果ですか。これは効果ですよ。おお。ただデリシャスボールなんで GX ポケモンですね、今持ってる。これはありだな。はい。これ、あ、強い。これだな。一旦これ目指してみようか。なったか。GX はまあ、じゃあ三振。一旦三振ないね。三振からもダメージ受けないですね。わかりました。たどり着いた。暫定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 あれだろう。はい。でこれ。ガンガンリソース回さないといけない。三振なんて張ってる場合ではない。これも打てないし、大きなお守りを一応デレンネにつけます。はい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 、はい、で手張りはなしで研究。はい、了解です。どうぞ。7枚入ります。1、2、3、4、5、6、7枚。クイックボール使います。いいカードだ。ボスの資料をします、はい、お前だ。ギルガルド V。 おー、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。おお。なので貫通すると、ほう、思うんですけど、ほうほうほう。一回試してみたいですね。試す。試す。はあ、はあ、そうですね。鉄道で。はい。はい。おお。いや、こいつしかいない、俺には。なるほど。いいポケモンだ。なかなかいいポケモンですね。ギルディングガルディング。ギルディングガルディング。なかなかいいポケモンだ。じゃあ、チルッとエネルギーつけます。はい。で、はい。はい。手札を戻して、相手が5枚で、打たれた側が4枚ですね。はい。出します。はい。じゃあ、こっちはスピード飛行でもう一回60ダメージなんで合計120ですね。はい、終わりでドロー、はい、とりあえず手張り。ほうほうほう。こいつを強化していこう。とりあえず付け替え。ほう、これいらない。はい、ほうほうほう。はい、クイックボール。はい、で
何でもいいですもんね。そうですね、サイポケモンなら何でもいいですね。はい、やるわ、アルセスパルキア、はいはいはい、で、マリーです。はい、了解です。じゃあこのまま戻して4枚いきます。5枚、はい、ほいほい、メタル操作、おお、はい、よし、ほうほうほう、ウェディングガルディングがこれでいけるはず。じゃあ逃げ、風船で逃げます。はい、ギルディングガルディング、ほう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 、ソニックエッジ、なんすか。相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない攻撃、気絶します。よし、やった。それは何枚？1枚、はい、気絶します。気絶してしまったか、あぶねー、気絶してしまったか、たどり着いたな、なったか、なったな、それは結果面白。逆に言えばこれ入ってなかったら積んでます。マジっすか、積んでますね。ちゃんとメタカード入ってた。ヒメグマベッキ出します。はい、かわいい。で、これはじゃあ手札からエネルギーをつけましょう。はい、終了で、終了、ドロー、うん、もう無双していいのでは、これはシンプルに、シンプルに無双していいのでは、相手のなんか生き物は全部弱いな、しばき甲斐がない、可愛いでしょう、しばき甲斐はあんまないですけど、それ一応手張りで、ほう、うん、まあ、こっち強くしようかな、はい、はい、指令、どっちかな、こっちにしようかな、うん、あー、こっちかな、お、警戒してる、危険、やつは危険だ。学んでる、で、吸収してる、しっかり、終了、しっかり吸収してるぞ、ね、1枚引きます。あー、なるほど、もう一回チェック出しましょう。うわ、で、こう、まあ、一旦プレイヤーからどうかな、はい、で、から7枚見て、サポートがあるというふうに加えます。一旦マリーを回収しておきます。はい、で、マサキズアナリシス。上から7枚見て、トレーナーズを2枚まで手札に加えます。ギアと違って、はい、あれですね、グッズとかでもいいってことですね。なるほど、うん、あ、1枚しかないんだけど、はい、これだけ回収しましょう。じゃあ、ケンちゃん、はい、で、終了で、あらら、はい、倒します、倒します、はい、倒ります、終了、ケンタロス繋いでいいかな、はい、1枚いきます。じゃあリングマに進化して、ここでマリーかな、はい、ボタンを押して、じゃあ5枚いきます、はい、うん、じゃあエネルギー配りして、うん、まあギルガルドがいる限り、そうですね、まあけど前を倒して、こいつが死ななければ大丈夫かな。V みたいなのもないから1点ずついくしかないみたいな。手バッと取ります。はい、やつにパンチします。はい、終了、パンチに取ります。タンディングまで、はい、1枚、強いな、ギルカードが強いですね、ギルワールド。うん、それで3枚引きます、はい、これが最後の壁だ。次エネルギーつけます。これは V とか GX 以外についてると無色2個分として働きますよ、はい、はい、なんでこれで4個の技が出ますね、はい、じゃあヘビーホールド120ダメージで、次の相手の番、この技を受けたポケモンは技が使えません。マジでいってんすか。はい、マジでいってます。やばい、あ、逃げれる、逃げれます、パチン。逃げれます、パチン、パチン、逃げます。おう、え、なんかある。なんだかそんなもない。うん、なんもない、なんもない。怖っ。怖いな。なんもない。逃げれますよね。逃げれが3個でエネルギーが3つついてるので、プラッシュすれば逃げれますね。え、なんかすごい深読みしちゃうけど、逃げます。ほう。はい。で、ザーシアン。ほうほうほう。なんか死んじゃう、ん、なんか120ですね、120、
で全部いくらしいですね。で、あ、こういったところこうか。え、じゃあプレイ受けるかです。はい、負けます。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、というわけで、まあ、第1段階が500円デッキの中に3出しが入ってたらどういう反応するのかっていう企画なのと、はい、あとは初心者が積みがちな特製のポケモンが出た時に、まあ、回答にたどり着けるのかといううっせよこれは検証でした。だって俺さっき持ってきたやつこれ入ってなかったから積んでましたよね。さっきツバイランスさんが持ってきたデッキだとなんかありま、逆に何かあったっすか他に。多分積んでると思いますね。多分こいつ1枚に無双されて終わりかなと思います。これは環境で使われたりしてるんですか。じゃあこれは多くはないんですけど大会とかで、まあ、俗に地雷って言われるデッキ で、まあ、結構当たってしまうと対策してないと積んでしまうっていう。キパは低いけどそう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 ぶっ刺さるみたいな。そうそうそう、まあ、結構ポケモンカーの初心者の人が割と陥りがちな、やられがちなカードなんで、まあ、これの勉強も兼ねてということでした。すごいですね、500円で3差しに勝つ可能性があるってだけありますあります。めっちゃ面白いな。似たような特性を持つポケモンが他にもいるんですけど、はいはい、もうそれだけを入れたデッキとかがたまに大型大会にいますね。結果を残したりもします。けど勝ち切るのは難しそうですね。そのちょっと今回火力が足りなかったですね。なるほど、これとは別にもうちょい火力が出るやつなので、そっちだとワンチャンあるかなって。まあ、というわけでいろいろな検証とまあそういうあれを含めたとかでした。2連チャン3連チャンでまじクソ疲れたな。頭使いますかね。というわけでありがとうございました。ツバイランスチャンネルの皆さん、じゃねえわ、ツバイランスさんの動画はね、俺目線だとポケカやってなくても楽しめるからぜひ見に来てみてください。メンバーシップのね、こちらなんで。バンドラの DM 大学じゃなくてポケカ大学ですね。ポケカ大学お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。